クレヨンしんちゃん心に残るエピソード、アクション仮面が最終回だぞ。アクション仮面を見ていたしんちゃん、次回予告で最終回と流れ、最終回の意味がわからないのでミサエに意味を聞きます。意味を知ったしんちゃんはとても驚き、アクション仮面が終わっちゃう、メケメケにやられて死んじゃうんだと落ち込みます。ミサエが励ましますが、ダメだよ、メケメケにはアクションビームが効かないんだと沈んだまま。食事も喉を通らないほど落ち込んでいるしんちゃんに、ヒロシがからかうと、父ちゃんなんて嫌いだ、と言って部屋を出ます。ヒロシは焦り、しんちゃんの機嫌はアクション仮面の命運に託され、最終回の日、みんなで固唾を飲んでアクション仮面を見ます。アクション仮面はメケメケ Z の規制も強いられ絶体絶命へ。しかし、弓輪型ビーム増幅装置の効果でエネルギーが増大。アクションビームボールで見事メケメケ Z を倒し、地球の平和は守られたと思いきや、メケメケ Z はまだ生きており、アクション仮面は最終回をやめると宣言しました。こうしてしんちゃんはいつもの元気を取り戻し、野原家の平和は守られました。